今日はどんなサイトに出会えるのか楽しみです。行きましょう。You got me acting out. You all tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cruel. Oh, it has to be. Hey, 隣のサイトはどんなだろう。第6弾。今回のお隣さんは銀さんです。お願いします。お願いします。銀さんはキャンプ歴何年ですか。こう今年で12年ですね。12年、はい、ってことは何歳の時から年がバレるっていう。そこは秘密で。そこはもう内緒でオフレコでお願いします。12年ってめっちゃ長いですね。そうですね、一番最初のキャンプが3月やったんですけど、3月やったらそんな寒くないやろうっていう感覚で薄着で行って、はい、で寝袋なんかも最初のキャンプやったんで、もう安いやつ買って行って、うん、で夜中水道凍結するとか雪降るとかいう状況で、いやもう半分死にかけて初っ端がもうね、彼女もいかんやろうと思ってたら、案外こう道具とかちゃんとしたらいけんちゃうっていうところで、2人でこうあれこれやりながらどん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 沼にズブ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 溜まっていったの。へえ、じゃあ結構スタイルがこう決まってきたんて。ね、未だに決まってないです。瞑想中。だからあのバックパック行こうで行く時もあるし、バイクで行く時もあるし、こうやってもうどしっと構える時もあるし。はいはいはい。じゃあもういろんなスタイルを持ってはる、そういうことですね。まあ、あの妻には内緒で。うん、うちと一緒。あれこんなあったっけ、はいはい、なるほど。じゃあ早速ちょっと気になったギアを紹介してもらおうと思います。はい、こちらピュアハンドランタンなんですが、このいかついねじりは、これはこれはあのフリマサイトで買いました。あ、そうなんですか、はいはい、これはこれで売ってるんですか。そうですね。で、もともとホヤがあの、うん、カームさんっていう、はい、ヘナタトゥーのアーティストさんが来てはって、で、はいはい、インスタで見かけて、はい、でグローブにこうやって書いてはるのを見かけたんですよ。でそれでもう一目惚れして買いますと、はい、でグローブ先行 で、 うん、でじゃあランタンの色どうしようとか、ああグローブに合わせてカスタム、はい、カスタムしていった感じですね。グローブ中心、いやグローブもすっごいイカつくて、これピュアハンドの本物、はい、グローブ に書いて、書いてはるんですよ。めっちゃかっこいい、うん、オーダーすれば、はい、例えば龍書いてくださいとか いろいろできるみたいですね。もう、あ、オーダーでできる、オーダーで作ってくれるみたいです。すごいな。いやこれももうほんまランタン沼ですよね。ランタン沼ですね。沼、はい、これはちょっとすごいな、ね、はい、じゃあテント、こちらのテントは天幕デザインの、はい、円幕レボ、円幕レボ、なんかもうテント周りがすごい ミリタリー系で固めてて、はい、めっちゃなんか渋い感じ。もう一時期ミリタリー系にどっぷり、そうなんですね、どっぷりスタイルが変わったりとかしてるんですけど、やっぱりやっぱ円幕に合うっていったらやっぱこういうミリタリー系のものはやっぱ合いますし、確かにすごい統一感があるやんな。でこの箱箱なんていうの、チェコ軍の弾薬庫、弾薬庫、弾薬庫、弾薬入ってる。すごい、キャンプ始めた時に、なんか箱欲しいなって、うん、
対誰も持ってへんやつにしようと思って初めて見ましたこれ。ちょうどあのドップリカの軍ミリタリー系というか、あの、うん、軍の放出品とか中古品とかで、僕よく椅子壊すんですよ。あの体重もあって関係ないでしょで椅子壊す、椅子忘れる、テーブル忘れる、ようあるんですよ。で椅子になる、テーブルになるなるほど、これ僕にとってあの予備の椅子なんです。ああなるほど、忘れやしね お守りみたいなもんでこれは絶対忘れませんもんね、そうそう存在感でこれは初めて見た。それは椅子になりますよロマン枠です。いやこれはすごいかっこいい。これって初めて見たんですけど、クライミットっていう、メーカーのエアマット、はい、あ、エアマット、エアマットをいろいろ試してきたんですけど、はいはい、やっぱり使っていくうちに、どんどん抜けてきたりとか、はいはい、破れたりとか結構あったんですけど、うん、クライミットのこれだけはもうどれぐらいかな、4、5年経ってるんですけど一回もエラーなくて、そうなんですね。もう初めて見たこれ。これぐらい強い椅子が欲しい。4、5年もつ。そう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 。誰か知ってたら教えてください。4、5年もつ椅子。面白い。なるほど。初めて見た。もうペラペラなのんちゃいます。そうですね。呼吸抜いたら。収納が。このサイズ、ちっさすごない。まあでもこのサイズに収まるってすごいな。これもアメリカですか。そうやと思います。あと今ちょっと自信失いましたそうやと思います。結構エアマットって背中冷えたりするんですけど、はい、これ冷えない、全然寝れますね、僕がソロでキャンプ始めた時に、うん、あのポット欲しいなって思ったんですけど、今みたいにポット作ってるメーカーがほとんどなくて、あの軍物のあの GI コットっていうめちゃくちゃ重たいやつぐらいしかなかったんですけど、はいはいはい、ゴーコットっていうところがあのアメリカのメーカーなんですけど、はいはい、唯一出してて折りたためて割と軽くてっていうのがあって、はい、でちょうど迷彩やし、うんうんうん、これ、うん、でずっと使ってるんですけど、うん、強いですね。これぐらいの椅子もう、もう最高っすね。これぐらいの椅子最高っすね。これぐらいの椅子なんコットとこれには出会えたけど、はい、そうそうそう、椅子にはまだ、ね、寝るとかも満足してるんです。 あと座るだけなんです12年でもたどり着かない椅子の迷宮にすごいなめっちゃおもろい、はい、じゃあ次はこちらの棚ですか。棚もともとベンチなんですよ。あ、ベンチ、はい、へぇ、炭焼きっかすさんっていう長崎で炭焼きをやっておられる方がいて、炭焼き職人さんなんですよ、はい、で、キャンプとかアウトドアで使える炭をブランド化して、はい、で、炭焼きっかすって名前で炭を、はい、で、そこからデザインもできるんで、はい、自分ところのブランドギアみたいな展開していって、はい、今あの九州でアウトドアショップをされてる、そうなんですか、もう何年も前にその炭焼きかすさんの炭のファンになって、でずっと追いかけてるような追いかけてもうファンなんですね。このデザインも大好き で、はいはいはい、でベンチなんでもともとこの上の木だけなんですよ、木と足だけなんですよ。はい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 、それ見た時に、はい、これ下もう一個あったらラックにできるなと思って、お2枚作ってくれませんかって言ったら、はい、心よく OK してくれて、でそれでラックにして、ラックにしたんですね、はい、ベンチ、あ、だからこの厚みなんや、はい、そうですね、多分僕座っても大丈夫ですもう見つけたじゃないですか椅子、はい、あんま自信ないですけどこれ割れたらすごいですよ。そうですね、へえ、すごいな。でこの炭焼きっかすさんの炭が、はい、炭入れなんですけど、
あ、え、何が違うんですか？あの、他の、もともとその木自体がすごいしっかり締まってる木なんで、はい、もう目がしっかり詰まってる、はい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 、で結構持って手黒くなりますけど、はい、今日ずっしり重たいんですよね。確かにめっちゃ重い、うん、黒がすごい、しっかり炭化させてるんで、はい、匂いも煙も少ない。あー、そうなんですね、はい、すごい、炭焼きっかさん、炭焼きっかさんです。なるほど。あ、ここに書いてますね。はい、お店出すまで行くっていうのはすごいですね、うん、隅から。そうですね、ね、いや勉強になりました、はい。じゃあ銀さんは隅が大好きらしいんで、ちょっと七輪の魅力を語ってもらおうかなと思います。で、七輪、はい、うちらも気になってたんですけど、はい、どう違います？普通のあのバーベキューのコンロと言いますか、はい、あれバーベキューコンロってまだ大体鉄製やと思うんですよ、うんうん、ステンレス製やとかすると思うんですけど、はい、まず絶対外側触れない。あ、はい、ね、触ったらダメ、はい、だからお子さんとかいたらもし触ったら危ないとかあるんですけど、あの珪藻土の七輪やとそこまで熱くならないんで。あ、そうなんですね、はい、だから焼肉屋さんとかがテーブルで使うのもそういう理由もあると思うんです、はいはい、でテーブルとかも、まあ僕鉄製でやってますけど、例えば木製の、はい、テーブルでも、はい、そこまで熱がいかない。あ、じゃあテーブルの上でやっても全然大丈夫ですね。へぇー、 100% とは言う。まあ、ある程度心配やったらなんか一旦引くとか。ああ、はい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 、確かに炭が落ちたりとかもありえますもんね。で、この珪藻土自体が蓄熱性があるんで、はい、炭の熱をここ蓄えてくれる。あ、なので炭が少なくて済む。あ、そういうのもあるんだ、はい、消費が全然少ない。へー、で炭の遠赤外線とこの七輪からの遠赤外線でしっかり焼けると。へー、知らなかった、全然知らなかった。なるほど、七輪って そうなんや。外触っても大丈夫なんですね。あの、多少暑いですけど、ただあの鉄板みたいに触った瞬間もやけどするっていうところまではいかない。あ、ちょっと当たったぐらいやったら全然大丈夫。やっぱり焼き上がりが全然違いますね。へー、お肉とか焼いても。あ、そうそう、あのクロノスってありますよね、はいはい、あれどうなんですか？クロノスさんもいいと思います。あの黒の七輪ってめちゃくちゃ買って、確かに黒、真っ黒ですもんね。そうです。七輪って洗えないんで、うんうん、あの拭くぐらいしかできないんですよ、はいはいはい、でも黒やと目立ちにくいのもあって。確かに、あ、すごいな、珪藻土やったんですね。この珪藻土ですね。へー、土かと思ってた。あの練り物の土か。あの海外製の、まあ、中国製のやつとかやと、あの安く売ってるんですよ、半額以下ぐらい、はい、国産と比べて、うん、あの僕も何個か使ってみましたけど割れますね。あ、へー、じゃあ七輪で1万円ぐらいするのって、はい、七輪なんですか？そうですね、国産で石川県産とか、うん、愛知県産ぐらいかな。あ、はい、いや、七輪でもいろいろすごい深い深い。この耐水コンロですか？耐水コンロ、はい、純日本製。純日本製で、珪藻土って、はい、あの日本でも取れるところが限られてるんですけど、はい、石川県の能登半島、はい、ニョキッと出てるところ、はい、出てるところ、はい、あそこ下がもうほとんどあの珪藻土らしいです。あ、そうなんですか？、はい、へえ、はい、らしいです。あの島自体がもうらしい、はいはいはい、良質なそのものが取れ、あの珪藻土が取れるんで、そこは産地、うん、なるほど。いや、すごい、あの島珪藻土らしいですよ。多分知らんけど、知らんけど。いい加減な終わり方で知らんけど。勉強になった。七輪の勉強できました。こういうこともあるんですよ。
隣のサイトどうなるそう、そう、だからみんな結構ね、興味あると思ういや、七輪欲しいな、うんうん、ちょっと購入考えます、考えましょう、はい、ありがとうございます、銀さんでした、銀さんでした、ありがとうございます、お邪魔しました